世界経済の中で日本はどれぐらいの GDP 占めてたんですか？はい、京都大学の先生です。1995年日本は 17.3%、 世界の 17.3%、 すごいシェアですよ。アメリカの7割ぐらいの力、ヨーロッパ、ロシアを含む5割ぐらいの力、それがなんと2014年には 5.9%、 かなり縮んじゃった。2040年の予想ではどうなりますか？コロナの前です。 2.8%、 むちゃくちゃ小さくなってません？しょうがないじゃない、それはそれで。日本は日本としてなんとなくそれでやっていくしかないんだよって方いらっしゃるけど、私は嫌なんです。それどうしてか、これだけ縮小していくってことは、この国に生きている人たちがより地盤沈下して苦しむ状態が2040年にはやってくるってこと、ありえないですよ。政治は何やってんだっていうレベルです。どうして日本が貧しくなったの？はい、 OECD、 これ残業代含むっていう部分で時給で換算、20年間を比較してみると日本だけですよ。日本だけ社会にお金回ってない、だからこんなことになるんですよ。はい、これ実質賃金の指数、1995年右、2017年、こっちが左側、95年右側、2017年、推移を見てみると実質賃金落ちっぱなしなんですよ。落ちっぱなし、そりゃそうですよ。25年デフレから脱却できない、社会にお金が回らない、消費が落ちる、消費が落ちれば当然所得も落ちる、社会にお金を回すはずの政府がちゃんと回してくれない、それどころか消費税ばっかり上げる、より消費は落ち込む、当然所得も落ち込む、バカみたいなことばっかりやってて全然所得も上がっていかない。どうして自民党に入れるんですか？自民党からお金もらってる？仕事もらってる？だったらしょうがない。それ以外の理由で自民党、もしくはその衛星政党である維新に入れるってことは、もう今や自傷行為ですよ、はっきり言っちゃえば。何よりもこの25年の間、こういった経済を放置し続けて、税金の取り方を歪めて、大企業に減税、みんなには消費税増税。だってこれバーターですからね、消費税上げる代わりに法人税下がるっていう仕組みになってんですよ。金持ちの所得税上げる代わりに所得税を下げる代わりに消費税上げる、やってる経済政策むちゃくちゃですよ。その先般、永久先般誰か、民主党？何言ってんですか、 2,3 年しかやってませんよ。その間のほとんど権力持ち続けたの自民党じゃないですか。切り売りしまくってんですよ、皆さんのことを。雇用の流動化、税金の取り方の歪め、数々の方法を持ちながらこの国壊し続けてんですよ。所得の中央値、先ほど見ていただいたかな、低い所得から高い所得まで、その真ん中、所得の中央値比べます。95年、調査では中央値545万円、2019年中央値437万円、つまりは25年で108万円も低下。具体的にどう貧しくなった？先ほども見せましたかね、皆さんに。厚生労働省の調べ、コロナが来る前、令和元年、生活が苦しいって人たち 54.4%、 母子世帯 86.7%、 生活苦しいって、そして貯蓄ゼロ、20代から60代までこれだけの割合、むちゃくちゃですよ。壊れてんですよ、もう国なんて。これに対して何をやるんですかってことですけど、希望があります。この国にはまだ力があるってこと、独自通貨円があるってこと、それに対して最大限お金出していくってことが数年にわたってできるってこと、1年間の間に200兆円のお金を作ることができる、それによってハイパーインフレなんて起こらない。当たり前ですよ、ずっとデフレから脱却できてないのに、なんでいきなりハイパーインフレになるんですか。インフレ率 2% にも到達しないということがはっきりしている。大胆にお金出していく、底上げしていく、日本全国津々浦々にお金社会に回して底上げして、25年で社会が壊されてきた、コロナで社会が壊されてきたってことを修復していけるだけの力はまだ日本に残ってる。